こんにちは、ウォッチ買取応援団です。ブランド時計の新作モデルやイベント情報をピックアップしてお送りするコーナー。2019年3月、1回目のニュースはブライトリングの新作モデルご紹介していきます。ブライトリングアビエイター8、新作3モデル発表。カーチス P40 ウォーホーク。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。それでは今回のニュースいってみましょう。 PR タイムズブライトリングジャパンのプレスリリースからです。航空界との深い結びつきや独特のパイロットウォッチで半世紀以上にわたって世界にその名を知られてきたブライトリング、この度アイコニックな戦闘機 P40 ウォーホークの製造メーカーとのパートナーシップを記念してクロノグラフ2種と控えめな最新モデル1種を発売しますという内容の記事です。ナビタイマーやクロノマットなどパイロット向けの人気モデルが多くラインナップされるブライトリングは、1884年レオン・ブライトリングによって創業されたスイスの腕時計メーカーです。時計としての機能はもちろん素晴らしいのですが、最近はファッション雑誌でもよく取り上げられているので、ちょっとお高いけどおしゃれでかっこいい腕時計的なポジションにもなっています。そのため若年層からの憧れニーズも強く、新品中古問わず非常に人気の高いブランドです。今回ブライトリングより発表になった新作モデルアビエイター8 P40 ウォーホークですが、アメリカの戦闘機メーカーカーチスライト社とのパートナーシップ記念モデルとなります。 P40 はアメリカの航空機メーカーカーチスライト社が開発した戦闘機の名称です。実用性が高く量産体制が整っていたこともあり、連合軍が劣勢であった第二次世界大戦初期に重要な使命を担い、各国で広く使用されました。太平洋戦争フィリピンでの戦いにおいては日本軍のゼロ戦やハヤブサとも交戦した歴史があります。こちらブライトリングの公式ツイッターですが、サメをデフォルメしたこのデザイン、ゲームなどで見覚えのある方も多いのではないでしょうか。戦闘機のイメージとしてとてもアイコニックですよね。ブライトリングは1930年代から40年代にかけて航空機に搭載されるオンボードクロックを製造しており、共に発展したあの時代への思いとともにこのアビエイター8というモデルを発表しました。新作ラインナップは3モデル。2つはクロノグラフムーブメントを搭載した本格スポーツモデル、もう1つはシンプルで控えめなデザインの三神デイトモデルです。特に注目したいのは B01 クロノグラフ43ですね。約70時間のパワーリザーブを誇るブライトリングの完全自社製キャリバー01を搭載したクロノグラフモデルです。グリーンの文字盤にホワイトのインダイヤルとインデックスを配置したミリタリー感あふれるデザインですね。発売は2019年3月を予定しており、価格は税抜き定価で85万円となっています。3つのモデルとも裏面には今回のテーマである P40 ウォーホークのイメージデザインが施されています。普段は見えない部分ですが、こうした細かいところのデザイン、男心をくすぐる粋な計らいですよね。先日別の動画でもご紹介した通り、2019年のブライトリングは航空旅客機のブランド、パンアメリカン、スイスエア、トランスワールドの3社のオマージュモデルもすでに発表しています。航空業界とのつながりをより強めていくような新商品作りに励んでいるようですね。今後もたびたびそうしたモデルが登場する可能性があるため、航空機ファンにとっては目が離せない1年となりそうです。以上、2019年3月6日の新作モデルイベント情報をお届けしました。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。